今回はお風呂掃除をやっていきます。具体的には床と壁の低いところ、そしてカウンター、カラン、バスタブの内側、あとはエプロンですね。では初めに掃除に使用するグッズをご紹介していきます。ゴム手袋です。バスシューズです。バスボンくんです。バケツです。無印良品のものです。ということで今回はジャブジャブ快適に洗えるバケツ洗いでお風呂掃除をやっていきます。トップクリアリキッド抗菌部屋干しです。この洗濯洗剤で自作バスクリーナーを作ってバケツ洗いをやっていきます。そして今回の注目グッズはこちら、セスキ炭酸ソーダです。自作洗剤にこのセスキも少し加えますので、自作する洗剤は弱アルカリ性のバスクリーナーとなりますので、ヌルヌル汚れ激落ちバージョンのバケツ洗いということになります。それでは自作バスクリーナーを作るところから始めていきます。今回は目分量で作っていきます。まず水を入れます。はい、200ml ぐらいでしょうか。そこにセスキ炭酸ソーダを少し加えます。はい、このぐらいでしょうか。ちゃんと測る場合は水 200ml に対してセスキが 2g ですね。そしてトップクリアリキッドを同じように少し入れますけれども、はい、このぐらいでしょうか。同じく 2g ですね。今回このトップ使いましたけれども、別に洗濯洗剤であれば何でもいいですし、洗濯洗剤を入れる量も界面活性剤の含まれている量で変わってきますので、こうやって混ぜて泡立ちを見ながら、あまり泡立ちが良くないようであればもうちょっと追加してもいいですね。ただ洗濯洗剤の場合はそもそも泡立ちがあまりよくありませんので、泡立ちを求めるのであれば食器用洗剤を使った方がいいですね。あ、いい感じになったような気がしますね。はい、こんな感じ。はい、それでは掃除をしていきます。はい、まずはバスタブに塗りつけていきます。特にちょっとカメラ越しで分かりにくいかもしれませんが、この水面のラインのところに銅汚れが結構目立つぐらいについてまして、そこにこう塗りつけるような感じで、今トップクリアリキッドの界面活性剤の濃度を見てみたら 17% しか入っていませんでした。はい、なので 2g だとちょっと少ないぐらいですね。 4g ぐらい入れた方がいいのかなといった感じがしましたので、追加したところいい感じになりましたね。とりあえず塗りつけました。はい、で放置しておきます。その間にカランを洗っていきます。やっぱり洗濯用洗剤は本当に泡立ちが少ないですね。泡立ちが少ないということは泡の密着力がよくありませんので、そこについてはデメリットになっちゃうかもしれませんが、だいぶ食器用洗剤と比べてすすがれやすいと思いますので、その点はメリットですよね。食器用洗剤で作る自作バスクリーナーのデメリットだったところがメリットで、メリットだったところがデメリットになるといった感じでしょうか。汚れ落ちについては十分皮脂汚れ落ちますので、皮脂汚れが落ちない洗濯洗剤はありえませんからね。はい、はい、ちょっと低いところですね今回壁は。そうしましたらエプロンですね。最後は床です。はい、それでは放置しておいたバスタブの内側を洗っていきます。
あ、いくらか落ちていきますね。とは言っても完璧に落とすことは難しいんですけれども、この銅汚れにはガチガチ銅汚れとヌルヌル銅汚れがありまして、同じような汚れの色をしてますけれども、今回落ちている汚れがヌルヌル銅汚れですね。もっとヌルヌル銅汚れをしっかり落としたいということであれば、塩素系漂白剤や洗浄剤の方が効果的ですね。それでもガチガチ銅汚れを落とすことはできません。はい、こんなところでしょうか。それではすすいでいきます。はい、すすぎが終わりましたので、お風呂掃除も一通り終わりました。ということで今回はトップクリアリキッド部屋干しとセスキ炭酸ソーダで作った自作バスクリーナーを使ってバケツ洗いでお風呂掃除をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた通り、トップを目安の量入れたとしても泡立ちはほとんどありませんでしたので、すすぎはあっという間に終わりました。その点は食器用洗剤で作るバージョンよりも時短につながるだけじゃなくて節水にもつながりますので、嬉しい点ではありますけれども、バケツ洗いの魅力的な部分はジャブジャブ豪快に泡立てて気持ちよく洗っていくというところもありますので、そこについてはちょっとなくなってしまうのかなといった感じがしました。それと泡立てないからといって洗濯洗剤をたくさん入れてしまうと、バケツ洗いのもう一つの魅力のコスパの良さがなくなってしまいますので、そこは注意が必要なのかなというふうに思いました。今回ぐらいの割合で十分皮脂汚れは落とすことができますので、水 200ml に対してトップであれば 4g か 5g ぐらいでしょうか。濃縮タイプの洗剤であれば 2g ぐらいで十分ですね。例えば花王のアタックゼロとか、アリエルなんかはアタックゼロほど界面活性剤が入っておりませんので、今回入れたぐらいでいいのかなというふうに思います。あとナノックスも濃縮タイプですので、アタックゼロと同じぐらいの量でいいのかなと。でどんな汚れに強いのかと言いますと、洗濯洗剤は皮脂汚れがよく落ちるようにできてますので、皮脂汚れをすっきり落としてくれると。さらに今回セスキ炭酸ソーダを入れたことによって液性が中性からアルカリ側に傾きました。そのことによってより皮脂汚れが落ちやすくなるということになりますので、皮脂汚れが原因のちょっと黄ばんだような汚れとか黒ずんだような汚れが気になる場合は、今回のやり方とてもおすすめになります。逆に白っぽいザラザラした硬い汚れが目立つようだったら、今回のやり方はあまり効果がありませんので、ザラザラ汚れ激落ちバージョンの方をおすすめします。クエン酸を入れるバージョンですね。でさらに黒ずみ汚れとかピンク汚れが気になる場合は、生き物汚れ激落ちバージョンと、その3つのバケツ洗いのやり方を以前詳しくご紹介しております。気になる方は概要欄を覗いてみてください。動画のリンクを置いておきます。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。